皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。私が今いるところはですね、スペイン・バルセロナにあります、エサデビジネススクールの中ですね、キャンパス内に来ています。こういうね、高級住宅街のね、中にあるキャンパスなんですけれども、エサデのね、アドミンの方とお話ししたときにね、サステイナビリティという言葉、これがね、すごく印象に残ってますから、ちょっとね、それについてちょっとお話をしたいんですね。サステイナビリティ。これビジネスで言うと、目先の利益にとらわれずにですね、地球環境とか、あとは社会問題ですね、貧困とか、差別とか、ね、戦争とか、そういうところを解決できるようなね、そういうリーダーとか、マネージャーとしてマインドを持った上で、ビジネスのことを考えていきましょうねっていうようなコンセプトだと、私は理解しているんですけれども、これはですね、皆さんのキャリア、ご自身のキャリアとか人生においても同じことが言えるんじゃないかなと思います。目先のことばかりにとらわれずに、例えば10年後とかね、10年後、15年後に自分はどういう姿になっていきたいのかということを意識した上で、今の行動っていうのを考えていく。それがね、すごく重要なポイントかなというふうに思うわけなんですよね。例えばね、MBA 受験に関して言えば、ただ単にね、ランキング高いからとか、なんとなくいいからとかね、そういうことだけじゃなくて、ね、10年後、15年後、自分はどういう姿になっていきたいのか、どこで何をやっているのか、それをね、意識した上で、じゃあ今やるべきことは何なのかっていうところをね、考えてもらうっていう形ですよね。例えばね、スペインのこの MBA プログラムを考えていくといったときにね、じゃあスペイン語話せることがどれだけ将来にとって重要なのか、もしくはこういったスペインとかね、こういったところに住むっていう経験をね、今しておくことがどう役に立つのか、あとは MBA を通じて、要するにそういう、ね、ネットワークとか、あとビジネスのスキルっていうことを今この時点で身につけておくと、10年後、10年後、15年後にね、どう生きてくるのかっていうことをね、想定した上で、着地点は常に10年、15年後というところかなというふうに思うんですよね。とは言ってもね、言うのは簡単ですけど、すごい難しいと思います。私もね、そんなね、10年、15年後、どういうふうになっていたいのかっていうことを想像した上で行動しろと言われても難しいし、意識はしてるんですけど、それがね、なかなかうまくできてないので、私自身もね、難しいのは分かってるんですけども、一つ言えることは、MBA をね、考えている方、30代前後ね、の10年後、15年後っていうのはちょうどね、今の私の年齢ぐらいかなというふうに思うんですよね。だからそういった意味で、その皆さんがね、40代、どんな40代、どんな50代過ごしたいかっていうところで、少しはお話としてお役に立てるかなっていうところも、多少はね、あるんですけどね。はい。で、とはいえね、MBA の受験というところをね、考えたときに、ね、それぞれ、自己分析でショートタームゴールとかロングタームゴール考えていく中で、受験に関して言うと、インタビューとかエッセイの対策で言うと、実はね、ショートタームの方が重要だったりします。ショートタームゴールの方がビジネススクールが知りたい内容なんですよね。だから、ベースとしてはね、基礎的なベースとしては、ロングタームを考えて、これある程度ブレないようにしつつ、ショートタームも、ある意味、ビジネススクールのプレゼン用に、これもがっつりと考えていかなきゃいけないという、そのバランスがね、ちょっと重要なんですけども。で、ショートタームで言うと、私がよく言ってるのは、将来の CV、レジュメ、ね、履歴書を作成するイメージで、ちょっと考えてみてくださいね、ということをよく言ってるんですよね。MBA 直後にどのような業界でどのような会社でどんな役職でどんな仕事をしていたいかで、そこでどんな実績を上げておきたいかということをうまくビジネススクールのエッセイとかインタビューでプレゼンできると、すごく説得力のあるショートタームゴールができるかなと思ってるんですよね。はい。とはいえ、もっと先のね、人生のキャリア、将来っていうことを考えると、10年後、15年後、着地点にぜひ考えてもらいたいんですよね。うん、自分自身のサステイナビリティですよね。持続可能性ということで。しっかりとね、給料をしっかりとこう持続的にね、受けるような、そういうこうバランスのいいスキル身につけているのかというところもそうだし、あと健康に過ごすっていうことも、これも非常に重要ですからね、日頃の食事とか運動とかも気をつけなきゃいけないしね。で、あとは家族ですよね。家族は皆さんにとって一番重要な仲間ですから、ビジネススクールのネットワークよりも重要だと思いますからね。その家族と一緒にね、過ごすっていうことも考えながらね、そこでコンフリクト起きないような形でね、留学とかね、いうところも考えておかなきゃいけないしね。こういうところを今のうちからコツコツやっておくと、その40代、50代、60代といった時に豊かな人生を歩むことができると思いますからね。ということかなとね、思いますね。はい。だから本当に将来のキャリア、まずは MBA を考えた時はね、目先のことだけじゃなくて、着地点は常に10年後、15年後っていうところを考えて行動しましょうというようなお話です。はい、ということでね、本日はスペイン・バルセロナのサーデのキャンパスからね、サステイナビリティについてお話をしました。以上になります。ありがとうございました。